海と日本プロジェクト。この湯沢町でやっぱり海水浴、あれ夏はやっぱりいつも行った思い出ありますし、やっぱり子供も連れて、海で遊んだっていう思い出もあります。やっぱり海っていうのは世界とつながっているんだなっていう、そのスケールの大きさの象徴ではないかなと。そうですね、やっぱり鳥海山の恵みが湯沢町の宝なわけですけれども、やっぱりきれいな水も海底湧水も全ては、まあ、海に流れ込む、そんな意味でいくと鳥海山、そして森と川と里と海、全てがやっぱり一体的につながってるんだ、湯沢町の宝物だと思ってます。山がきれいであること、そして里が余計なものをやっぱり海に川に捨てないっていうことも含めれば、地球に優しい行動をみんなが心がけるっていうことも大切だと思ってます。海と日本プロジェクトの取り組みにおいて、やっぱりこの発信をすることによって、今まで子どもたちに気づかなかった点とかをしっかりと受け継いでいっていただければ、素晴らしい活動をしていただいて認知されていくんだと思ってます。どうやったらその子どもたちにこんないい活動をやっぱり伝えていくか、それから伝えていけるかっていうのが、今を生きる私たちの大きな宿題、課題だと思ってますんで。海と日本。